売国自民党ニュース。自民党がまだ回答、つまり滅亡していません。裏金犯人の自主逮捕ですが、まだ自首していません。今、自民党が盛り上げようとしているのは自民党の総裁選挙。自民党をぶっ壊すの言葉が得意ですが、何も変わりません。ただ、宣伝だけです。自民党から金品をもらうテレビ局は総裁選挙の片棒を担ぎます。はずべきは、産経、フジテレビ、アベマのテレビ朝日、読売、日テレ、などです。自民党なんて、誰が総裁でも経団連ですから、国民の生活は何も変わりません。テレビで報じられる、どうしようもない、総裁候補、こんな、やつです。見てください。まず、小泉進次郎、です。今のままではいけないと思います。だからこそ、日本は今のままではいけないと思ってる。Also sexy. 次は、石破、です。戦争と軍事のオタクです。キモい、です。いや別に血流さなくてもいいんだけど、まあ、集団的自衛権問題ですよ。集団的自衛権ですよ。変なのは、ね、その米軍出て行けって人が集団的自衛権反対っていうから、うんうんうん、これ、論理的には全く通らない。全然通らない。いやー、そうじゃなくて、日本人が恐れているのは、日本の自衛ではないです。アメリカの肩代わりの戦争、です。次は、高市、です。安倍に利用された、やつ、どうしようもない、ですよ。安倍、磯崎、高市、放送法を犯そうと、したんです。見てください。捏造だ、と主張。今日も、文書が捏造との認識を示しました。安倍総理との電話もこの世に存在しなかったということはよろしいですね。そうでございます、そのようなあの放送法に関してですね、法解釈などにかかることについて安倍総理と電話でお話ししたことはございません。こうしたことは高市大臣は一言も決して言ってないと、全部捏造であるということでよろしいですね。それで結構でございます。一方、国会で総務省の官僚は一般論とした上で次のように述べました。ご指摘の、まあ、いわゆる捏造というようなものについて、行政文書の中にそういったものがあるということは考えにくいと。高市大臣が虚偽を述べてるんじゃないですか。大変迷惑をしてます。この補佐官からの伝達なんですか。高市大臣は文書を机に叩きつけ感情をあらわに。この文書はありもしないことをあったかのように作られたものと、いうことが捏造という言葉で、よろしいんでしたら捏造だと私は考えております。高市大臣が早くこの捏造という発言が虚偽であることを認めて、この委員会での発言の通り大臣を辞職し議員を辞職することを求めます。これが事実で、あればそれは私は責任を取りますよ。でもこれ事実じゃないですから。総務省は文書の内容の正確性について